はい、こんにちは。今回はね、出会い系サイトをちょっとね、思い出してみようかなと思ってます。私はもうやってないんですけども、十数年前にはね、出会い系サイトまだやってたんですよ。十数年前ですよ。ですから私が30代の半ばとか後半ぐらいですかね、ホームレスだった時も出会い系サイトやってました。で、その時にね、残したログがあるんですけども、ここにね、最近またね、なんかいろんなアクションがあるんで、ちょっと見てみようかなと思ってるんですよね。じゃあ画面切り替えていきますね。今回取り上げるのはハッピーメールという出会い系サイトなんですけども、当然ポイントはありません。ログインするとね、ボーナスでポイントがつくんで、それが今4ポイントある状態ですから、何もできない状態ですね。で、私アフィリエイトでかなり儲かってまして、でアフィリエイトやってるんですよ。で、ハンドルネームガイですからね。で、マイページの方を押すと、いろいろ出てくるんですよね、ステータスが。さあ、どんなステータスが出てくるでしょうか。まずはですね、足跡っていうのがありますよね。足跡っていうのはただ単に来てくれた人なんですよ。しおりさん、20代前半、福山市、ああ同じ町だ21歳の方が来てくださってますね。大学3年生ということなんで、福山平成大学かな。で、これが11月19日なんで、今日じゃないですか。今日ですね。で、先週来てくださった方が美香さん、20代前半ですよね。で、その次が先々週のみみきさん、20代前半ということなんで、20代前半の方が50になろうとしてる私のところにね、パパ活かなんかかな、週に1人ぐらいは今でも来てるんですね。私全くログインしてないんで活動がないんですけども、あ、それでも来るんですね、ということが一つの気づきです。次はいいねを押した方。いいねを押した方ってのは、私のプロフィールとか写真を見て、あ、この人いいかもみたいに思ってくれてる人です。11月19日しおりさんがいいねを押してくれてます。大学3年生21歳ですということなんで、ちょっとねプロフィール見てみましょうか。写真はないですね。フィーリング合えば年の差なんて気にしません。大学3年生。でもね、この方のお父さんと私同じぐらいの年代じゃないですかね。あ、結構ね、細かくステータスついてますね。はい、なるほどね。まあ私がアクセスすることはありません。で、1週間前のコアラさんも、なんですかね、実は女子力高い。仕事は5年前に仕事とネット関係の会社を立ち上げた。あ、これすごいですね。へえ。なるほどね。興味があったら話聞いてもらえますか。聞きません。すいません。みみきさん。ね、20代前半。美味しいスイーツが食べたい。はい。食べてください、ぜひ。怖いタイプや不愛想ではないので、気軽に連絡してもらえたらと思いますけども、連絡しません。すいません。ということなんで、いまだにこういうふうにね、来るんですね。じゃあもう一個ぐらい見てみましょうか。タイプってのがありますよね。私のことタイプって言ってくれる人はどんな人なんでしょうか。11月18日。あ、今まで見た方とは別の方ですね。11月18日なんで昨日ですね。昨日を20代の前半の方が私をね、得意と言ってくれてます。アニメや漫画の話は得意。はあ、普通に遊んだりできる友達欲しいです。ゲーム好きとかなんとかってことですけども、普通に遊んだりする友達が欲しいのに、50になろうとしてる私をタイプって思うのはどういうことなんでしょうね。まあ、よくわかんないですね。一人暮らしされてる。まあ私は行きませんけどね、こういう方のところにはね。奥さん大好きですからね。ちなみにちょっと前を見てみると、2月の21日、あ、かなり前ですね。9ヶ月前にこんな方がいらっしゃると。あ、2月結構私評判ですね。今年の2月結構モテてます。3件来てるということで、1人は写真付きですよね。友達や彼氏は探していない。まあね、なんかこの人なんかどっかで見たような人だな。猫さん、去年の今頃、猫さんが18歳、19歳で、あ、ちょっと顔出してすみません、すみません。なるほどね。こういう方が来てくださってるということですね。なるほど。はい、わかりました。ということなんでね、私アカウント全く触らなくなって十数年経つんですけども、なんかアカウントがあるってことによって、アクションがなくてもこうやってログインしてくださる方いるんですね。だから当時の私のプロフィールだったら、広島市内で麻雀をやってるみたいなことだったと思うんですけどね。もっと前か。もっと前ですね。何なんでしょうね。不思議ですね。まあ、向こうは向こうで、アクセスを取りに来てるんじゃないかなと。実際にその女の子がいるわけじゃなくて、私みたいな年代を狙って、何がしかのね、集客のためにやってるんだと私は思いますけどね。私から連絡を取ることはありませんので、アカウントが残ってる出会い系サイトが未だにね、こうやって機能してるということですごいなと思いました。このアカウントの維持費もかなりね、ハッピーメールさん使ってると思いますけども、私すいません、お金全く使わないんでね、申し訳ありませんけども、今日を境にまたね、
しばらく出会い系サイトみたいなの見ないと思いますけども、今ね出会い系サイト活用されてる方はずっとなあの奥まで先まで残りますんで、いろいろとトラブルが起きないようにされてください。それでは失礼します。